こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、40代の大人世代が買うべき初夏の服5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、4月後半を迎えまして、そろそろですね、気温も上がってきたので、春の着こなしから初夏の着こなしにですね、移行してくるタイミングかなと思います。気温もですね、20度を超えてくると、やっぱりアウターを着るのがちょっと暑くなってくるかなと思うので、トップスが主役の季節になってくるかなと思うんですね。まあそういった時に40代この大人世代は何を着ればいいのか結構悩んでいる方もいらっしゃるかなと思うので、今回は具体的にですね5点に厳選しまして、40代以降の大人世代に似合うような定番的なお洋服をですね皆さんにしっかりめに解説をしていきたいなと思っています。まあもちろん今回ご紹介するアイテムに関しては30代後半の方でも似合うと思いますし、40代以上の世代にも似合うかなと思うので、まあよかったら皆さんもですね参考にしていただきたいなと思っています。基本はベーシックで綺麗めな路線ではあるんですが、ただのベーシックだとそれまたですね退屈に見えてしまうので、その中にほんのりとトレンド感を混ぜ込むというのが個人的にも推奨しているスタイルなので、まあ、ぜひ皆さんもですね定番の中にほんのりトレンド感漂わせながら初夏の着こなしも存分に楽しんでいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからですね具体的に40代に似合うですね初夏のアイテムを皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず1点目はシャツからですね皆さんにご紹介できればなと思っています。今回取り上げたいのがですねこちらですね、アーバンリサーチのリネンライクショートスリーブシャツですね。まあこのような半袖のシャツというのはですねこの初夏には1枚あるとすごく便利かなと思います。春だったら長袖のシャツというところがすごく使い勝手がいいんですが、初夏でもう23度ぐらいを超えてくるとやっぱりですね半袖のシャツが1枚あるとすごく便利なんですね。まあゴールデンウィークあたりから気温がぐっと上がってきて、まあ夏のですね予行練習みたいなそんな気温がですね5月は増えてくるかなと思うんですが、まあそんな時にすごく便利なのがこのようなショートスリーブでなおかつ襟元がオープンカラーになっているのもですね、このあたりは1枚あるとすごく便利かなと思っています。まあ僕自身もですねこのようなシャツというのはすごく好きで何枚か持っていますし、まあ自分のブランドでも作ったりするんですが、まあ、こちらのアーバンリサーチのオリジナルに関しましてはまず素材感ですね、ちょっと張りのあるですね生地を使っていまして、生地の表面もドライタッチでカラッとした仕上がりになってるんですね。デザイン自体はすごくベーシックで程よくゆとりを持たせてはいるんですが、ディティールに関してはかなりベーシックで無駄のないようなデザインになってくるかなと思います。まあ、左胸にポケットがついていてオープンカラーというだけでもちょっと旬な雰囲気も出てきますし、あとはですね色合いもすごくいいのが個人的にはおすすめのポイントになってくるかなと思います。3色の展開でカーキ、ネイビー、ブラウンなんですけども、個人的に一押ししたいのはカーキですね。この色がなかなかいいんじゃないのかなと思います。まあ、正直ネイビーだとかブラック、グレーとかっていうところはどのようなブランドでもやってたりするんですが、まあ、その他の色ですね、ここにですね特徴がそれぞれのブランドで出るんですが、このカーキに関しましては、まあ、カーキというよりはちょっとこうダークグリーンに近いような品のある見え方になってるんですね。いわゆるこうミリタリーを彷彿とさせるようなやぼったさみたいなところはなくてですね、すごくクリーンに見えるような綺麗なグリーンになっているので、これは使い勝手すごくいいんじゃないのかなと思います。まあ、コーディネートも簡単で、例えばこちらのシャツの下に白の T シャツを着てブラックのパンツという形で、まあ、こちらの写真ではコーディネートしてありますが、まさにこのままやっていただければ間違いなくハマってくるかなと思います。もちろんボトムスに関してはブラックじゃちょっと重すぎるかなという場合はダークグレーだとかグレー系でもいいかなと思うんですが、まあ、このような形でベーシックに着こなしを作っていただければ40代の大人世代にはバチッと似合うかなと思います。また定番的なものが良ければやっぱりネイビーですね、これも鉄板で、下に着る T シャツは白でもいいですしボーダーとかでもいいと思います。まあ、ボトムスはグレー系でも合いますし、あとはホワイト系で爽やかに振ってあげるのもいいかなと思うので、これは1枚あるとすごく便利かなと思います。まあ、素材自体もやっぱりですね夏に着るものなのでイージーケアというところがですねしっかりと意識して作られてるんですね。 UV カットの機能があったりだとか、洗濯をしても速乾性に優れていたりだとか、このあたりのですね高機能な部分も含めてすごく夏に使いやすい一枚になってるかなと思うので、まあ、ぜひチェックをしていただきたいなと思っています。まあ、半袖のシャツもいいんですけども、もし長袖が欲しいという方はですね、まあ、ストライプのシャツなんかが1枚あると便利かなと思います。まあ、例えばこちらは僕のブランドソーデですね展開しているストライプのシャツなんですが、僕は結構半袖のシャツも好きなんですけども、長袖のシャツを T シャツの上に着て、そして腕まくりをするようなスタイリングですね、
ね。これが好きなんですね。まあ長袖のシャツをですね、このように七分丈ぐらいに折って着ることで、ある程度ですね、体温調整もしやすいですし、半袖よりはちょっと大人っぽく見えるので、長袖シャツの方が好きっていう方もいらっしゃるかなと思うので、そういった場合はですね、このようなストライプ柄なんかも結構夏にはですね、ワンポイントになりますし、退屈すぎない着こなしが実現できるので、まあぜひこちらも合わせてチェックしていただければなと思っています。はい、続いて2点目のアイテムなんですが、やっぱり初夏といったらですね、これは外せないものかなと思うんですね。夏のトップスといえば T シャツが真っ先に思い浮かぶと思うんですが、初夏だったら半袖の T シャツ1枚だとまだ早いかなという感じがするので、まあそういった時にはこちらをお勧めしたいんですね。半袖のニットというアイテムになります。今回ご紹介したいのは、グリーンレーベルのラミーナイロンクルーネック T シャツ半袖ニットウォッシャブルというモデルですね。まあこれはですね、まさに大人にぴったりの1枚かなと思います。形状としては T シャツなんですけども、素材をニットにすることで大人っぽく上品な部分もしっかりと抑えることもできますし、また真夏ではなくて初夏にぴったりなアイテムとして季節感も漂わせることができるので、このあたりのアイテムは大人世代だと1枚持っておくとすごく便利かなと思います。まあ毎年ですね、僕のチャンネルでも結構このようなニット T シャツをご紹介してるんですが、やっぱりグリーンレーベルはこのあたりの大人の休日着に合うやつは本当に強いんですね。まあ今回こちらのモデルに関しては3色展開になってるんですが、どのカラーも結構使い勝手がいいのでなかなか迷っちゃうんですけども、個人的には結構ライムがいいんじゃないのかなと思います。まあ、特に今回のテーマは40代の大人世代というところで、ちょっと綺麗な色というところをうまく使ってあげるとすごくですね、清潔感も漂いますし、バランスも整いやすいかなと思うので、今回はグリーン系なんだけども柔らかいカラーで春夏にぴったりのライムというカラーをお勧めしたいなと思っています。この綺麗な色のニットを主役にしながら、ボトムスはもういつも通りブラックだとかダークグレーとかを合わせていただければ、それだけで着こなしは完成するんですね。まあ、アクセント的な要素というのは着こなしの中に1点あればいいと思うので、このライムがあればちゃんとですね、アクセントが作れるかなと思います。またライトグレーの色合いもすごく良くて、このあたりも大人にも似合いやすいかなと思います。ホワイトだと結構シンプルに見えすぎてしまうんですが、ライトグレーという形で少しグレーを混ぜることでこなれ感も出るので、このあたりの色もすごくいいかなと思います。素材はラミーと呼ばれる麻の一種ですね。こういった素材とナイロンをブレンドさせてありまして、表面には微光沢があったりだとか適度なシワ感があったりして、こなれた雰囲気が簡単に漂うんですね。まあ、このあたりもすごくいいですし、サイズ感もピタッとしてないんですよ。程よいゆとり感を設計してるので、1枚で着てもちゃんとですね、体型を拾わずに綺麗に見せてくれるので、このあたりもバランスがいいんじゃないのかなと思っています。で、このアイテムというのはもちろんですね、休日に T シャツの上に着る形で主役にして着ることもできるんですけども、それだけではなくてビジネスカジュアルでセットアップの内側に着たいだとか、ジャケットとの重ね着なんかもできるので、オンオフ兼用できるんですね。そのあたりも含めてすごく使い勝手がいいかなと思います。まあ、ライムで差し色的に使うのもいいと思いますが、ライトグレーはすごくですね、セットアップとのハマりも良かったりするので、まあ、そういった使い方もできるという点ですごくですね、使い勝手のいい1枚かなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、やっぱりですね、初夏といったらニットポロは外せないアイテムになってくるかなと思います。今回ご紹介したのはこちら、プラッセのウォッシャブルニットポロシャツですね。カラーは3色展開なんですが、個人的にはもう圧倒的にブラックをおすすめしたいなと思っています。まあ、僕はですね、ポロシャツというアイテムというのはすごく難しいなと思ってるんですね。襟付きでしかも半袖ということで、 T シャツとかに比べると綺麗さは漂うんですが、そもそもポロシャツって休日のおじさんが着てそうなイメージが強いので、なかなかですね、おしゃれに着こなすのが難しかったりするんですね。まあ、特に本当にベーシックな素材感の白とかグレーのポロシャツだとおじさん感満載になってしまうので、ここは素材をニットに変えて、なおかつ色をシャープにすることで大人世代にもすごく使いやすくなってくるかなと思うんですね。まあ、そういった意味ではニットポロの黒というのは僕の中では鉄板かなと思っています。ただこのブラック系のニットポロを探すと結構値段が高いものが多かったりだとか、なかなかですね、まあ、サイズ感がちょっとワイドに振りすぎてしまって、40代の大人世代にはちょっとむずいものが多かったりする中で、まあ、プラステのこちらのニットポロに関しては、ある意味ベーシックでめちゃくちゃ使いやすいんですね。エッジが立ちすぎていないので、大人世代にはすごく使いやすいかなと思います。で、サイズ感に関してはですね、ジャストサイズからちょっと緩さがあるぐらいになっていて、あまり大きく振りすぎてないんですね。まあ、先日ユニクロ U のニットポロなんかもご紹介しましたが、ややサイズ感にエッジが効いているんですが、まあ、プラ
ラステのものに関しては大人世代に似合うようなベーシックさをちゃんと捉えたようなサイズ感になっていまして、1枚で着てもちゃんと様になるんですが、上にジャケットだとかセットアップを合わせるような形でもハマりがいいようなサイズ感になっているので、これまたオンオフ兼用ができるんじゃないのかなと思っています。まあ、伸縮性が高くてストレスフリーに着ることもできますし、マシンウォッシャブル対応ということで、ニットプロのですね、最大の難点である自宅でのケアのしづらさ、このあたりもしっかりとプラステらしくですね、ケアしやすいような仕様に変えてあるので、これは初夏にはすごく使いやすいアイテムになってくるかなと思います。まあ、ボトムスに関しては爽やかにホワイト系のパンツで合わせてもらってもいいと思いますね。まあ、こちらの写真のような着こなしがまさに理想的かなと思いますし、あとは白系のパンツは着恥ずかしいって方もやっぱりいらっしゃるんですよね。そういう場合はグレー系のパンツなんかがハマりがいいかなと思います。もしくはデニムスラックスだとかデニム系のアイテムにも結構相性がいいので、まあ、手持ちのもので近しいものがあればぜひ合わせていただきたいなと思います。意外と探しても見つかりづらいど真ん中でなおかつ素材感のいいですねブラックのニットポロ、これプラステのものがすごく優秀かなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、 T シャツをご紹介したいなと思います。先ほどニット T シャツをご紹介したばかりなんですが、初夏に主役として着るのであれば T シャツ単体よりもニット T の方が使いやすいかなと思うんですが、一方で重ね着のベースとして使うのであれば結構 T シャツなんかも1枚あると便利かなと思うんですね。そこで今回ご紹介したいのがこちらですね。グリーンレベルで展開している別注のですね、東京シークエンスとフルーツオブザルームのプリント T シャツですね。これがですねプリントの雰囲気はすごくいいので皆さんにご紹介ができればなと思っています。まあ、ちなみに40代以上の大人の世代でプリント T シャツってどうなのと感じている方もいらっしゃるかなと思うんですが、もちろんですね、若く見える方であれば1枚単体で着るのも僕はいいかなと思うんですが、基本的には重ね着のベースで使ってあげればそこまで柄が見えないので全然バランスがいいかなと思うんですね。ちなみに僕もですね、今プリント T シャツ着てるんですが、意外と白ベースのプリント T シャツって前締めたりだとか上に1枚羽織ってしまうとそこまでプリントが見えないので、個人的には全然大人世代で着てもですね問題ないかなと思うんですね。ただ白ベースのプリント T シャツって大人に似合うような上品なものを探すのがなかなか難しいので、こちらのチャンネルの中では積極的にご紹介するようにしてるんですが、こちらプリントの中身もですね大人っぽくてすごくいいので、まあ、ぜひご紹介ができればなと思っています。実はですね、このコラボレーション T シャツって去年もありまして、僕自身も実際に買ってかなり愛用していたんですね。こちらのチャンネルでもご紹介しまして結構早い段階で売り切れてしまったので、まあ、ぜひ今年のバージョンもですね皆さんチェックをしていただきたいなと思います。こちらのブランドなんですが、まあ、写真家であり映画監督である奥山さんという方とドメスティックブランドのファセッタズムですね、この2社がコラボレーションして作られているものになってまして、まあ、写真もちょっと味わいのあるようなふんわりとした雰囲気のものをですね3枚連続で並べてありまして、雰囲気もとてもいい仕上がりになってるんですね。ちなみに4つの種類の T シャツがありまして、結構選ぶのが大変なんですが、個人的にはホワイトですね。この写真の雰囲気はとても好きなのと、あとはですね、その他1かな。このあたりもすごく使いやすいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。T シャツの本体はフルーツオブザルームを使っていまして、袖もちょっと長めで、身幅もゆとりがあって、1枚で着ても様になるような、そういった安定感のあるようなデザインになってまして、そこに対してのプリントというところで、すごく使い勝手はいいんじゃないのかなと思います。先ほどご紹介した半袖のオープンカラーシャツの内側に着てもいいですし、まあ、ストライプのシャツと合わせても、意外と柄が2つで喧嘩したように思われるんですが、そこまでですねうるさく映らないので、個人的にはプリント T シャツとストライプのシャツの合わせも結構ハマりがいいかなと思います。ですのでそういったシャツだとかシャツアウターの内側に着てあげるとワンポイントになってすごく使いやすいかなと思うので、この T シャツは大人世代にも使いやすいようなそんな柄になってくるかなと思います。まあ、もちろん真夏にこの T シャツを主役に持ってくるような着こなしもそこまでカジュアルすぎないようなプリントの柄なので全然 OK かなと思うので、ぜひ皆さんもですねこちらチェックしていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目は、これまでご紹介してきたトップスに全て合わせがしやすいようなボトムスをご紹介したいなと思ってるんですが、今回はシップスエニーのクールマックスジャストレングステーパードパンツですね、こちらをご紹介したいなと思っています。まずはですねボトムスのシルエットで言うと腰周りにはタックが入っていて、ちゃんとトレンド感を抑えたようなポイントになってはいるんですが、膝から下にかけてテーパードがかかっていて徐々に細くなるようなシルエットなので、
だらしなく見えるようなワイド感ではなくて、程よい大人っぽいワイドパンツというところを楽しめるのが、こちらのアイテムになってくるかなと思います。これだったら40代以降の大人世代にも使いやすいので、ぜひ皆さんチェックをしていただきたいなと思います。ユニクロでいうところのタックワイドパンツの1個前にあったタックテーパードパンツ、このあたりに近いようなシルエットで、実は僕はタックワイドパンツよりもタックテーパードパンツの方が40代の大人世代には合いやすいかなと思ってるんですが、まさにそういったものに近いような大人に似合うようなワイド感のあるボトムスなので、これは使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。カラー展開3色あるんですが、個人的にはグレーですね。こちらを今季おすすめしたいなと思っています。ブラックのパンツも使いやすくていいんですけども、初夏になってくるとちょっと重たく感じる方もいらっしゃるかなと思うので、そんな時にブラックほどは重たくはないんですが、下半身が適度に引き締まるグレーというのは使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。例えば先ほどご紹介したブラックのニットポロですね。これに対して通常のブラックのパンツだとちょっと全身ブラックで重たいので、そういう時にはこういったグレーのパンツ非常にハマりがいいんですね。それだけではなくて、一番最初にご紹介したオープンカラーシャツですね。グリーン系のものにも合いますし、ネイビー系のものにもグレー系のパンツはバチッとハマります。またストライプのパンツにもハマりますし、白系の T シャツにももちろんハマるので、夏場の着こなしにおいては結構グレー系のパンツはすごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。ミディアムグレーとチャコールグレーの間ぐらいで、やぼったくも見えないような本当にいい色味になっているので、これは使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。あとは素材的にはクールマックスを使ってということで、接触冷感機能があって、初夏から夏にかけてこのあたりの質感っていうのはすごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思うんですね。吸水性と速乾性に優れているので、真夏までしっかりと履いていただけるようなロング丈のパンツになってますし、あとはですね、ジャストレングスということで裾上げしなくてもそのまま履けるような丈の長さというところも個人的にはすごくありがたいポイントかなと思います。とは言っても僕のような低身長の人間だと割とですね、ギリギリ長かったりするので、ちょっとぐらいはですね、裾上げしなくちゃいけなかったりするんですが、多くの方は裾上げしないで履けるかなと思うので、そういった点も含めて買ったらそのまま活用できるので非常に便利な一本になってくるかなと思います。靴に関してはブラック系のローファーみたいなものも合いますし、白レザースニーカーとかブラックレザースニーカーなんかも合うかなと思うので、大人世代には欠かせないような初夏のアイテムになるかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では40代の大人世代におすすめしたい初夏のアイテム5000というテーマでお届けをさせていただきました。先日ですね、コスパバージョンの初夏の服をですね、皆さんにご紹介しましたが、それだけではなくて今回は結構セレクトショップのオリジナルを中心にですね、ご紹介をさせていただきました。それぞれ良さがあると思うんですね。なるべく予算を抑えたかったらコスパバージョンの服を選ぶといいかなと思うんですが、40代以上の大人世代であればちょっと1点ずつの単価を上げてですね、大人っぽく上品に構成するのがバランスがいいかなと思うので、このあたりは適宜ですね、皆さん使い分けていただくといいんじゃないのかなと思っています。どのアイテムに関してもベーシックプラスアルファトレンドが程よく混ぜ込んであるので、結構ですね、着るだけで大人っぽく適度なトレンド感も抑えられるかなと思うので、ぜひチェックをしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、今回ご紹介したようなセレクトショップのオリジナルからもうちょっと通なですね、ドメスティックブランドだとか専門ブランドに関しましては、僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信をやっていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では動画ではなくて文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説をほぼ毎日皆さんにお届けをしています。僕も記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができるので、おしゃれが好きな方が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。